ビショップはアメリカ合衆国カリフォルニア州中部陰陽軍の都市である。2000年国勢調査では人口3575人だったが2010年では3879人となり8.5%増加した。陰陽軍の中では最大の都市だが、軍庁所在地は南のインデペンデンスである。 オーエンズ川バレーの北端に位置し、標高は4147フィートである。町の名前は、シエラネバダ山脈から流れ出るビショップクリークにちなんで、名付けられたが、このクリークの名前は、オーエンズ川バレーの開拓者、サミュエル・アディソン・ビショップにちなんだものだった。 ビショップクリークの郵便局は1870年から1880年と1935年から1938年まで運営された。ビショップの最初の郵便局は1889年に開局された。1913年、成長するロサンゼルス市の水需要に応じるために、オーウェンズ川の水を引いて、ロサンゼルス上水路につなげた。 その時点からオーエンズ川バレーの文化と環境は大きく変わってきた。1910年代から1930年代、ロサンゼルス水道電力局がバレーの水権や支配権の多くを買収した。ビショップの経済は農夫たちがその土地を売った時に加工した。ビショップの住人で音響効果の専門家、ジャック・フォリーがロサンゼルスのボス数人を説得して、 ビショップの街は、西部劇の撮影に、理想的な場所であることを確信させたときに、その不況が軽減された。ビショップは、オーエンズ川バレーの北端、オーエンズ川の西岸にある。オーエンズ川バレーを南北に抜ける、主要道路であり、インランドエンパイアとネバダ州リノをつなぐアメリカ国道395号線が、市内を通っている。この国道は、 カリフォルニア州道14号線により、パームデールを経由して、ロサンゼルス市にもつながっている。また、アメリカ国道6号線の西の終点でもある。ビショップコロニーのビショップコミュニティに住む、タイユ優と諸小二族インディアンが、町の西の土地を支配している。ロサンゼルス水道電力局がこの地域上流と、周辺の多くを支配している。ビショップは、 シエラネバダ山脈のすぐ東、ホワイト山脈の西にある。西のハンフリーズ山、北東のホワイト山及び、北西のピラミッド型をしたトム山など多くの峰々が、町から近い距離にある。ベースン山も西に視認でき、バターミルク高地の上にそびえている。ビショップは、北緯37度21分49秒、成形118度23分42秒。 北緯37.36361度整形118.39500度、37.36361-118.39500に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は1.8平方マイルであり、すべて陸地である。ビショップは、世界のラバの首都として知られており、メモリアルデーの州には1969年に以来、 ビショップミュールデイズと呼ばれる一週間の祭りが開催されており、この地域に対する運搬用ラバの貢献を祝っている。この祭りには主に南カリフォルニア地域から多くの観光客を集めている。ビショップはまたロッククライミングでも知られている。街の近くには多くのクライミングスポットがあり、世界中からの愛好家を集めている。 ボルダリングのスポットも2000カ所以上ある。岩の種類は主に被災岩と加工岩の2種である。ビショップの空中写真ビショップは、オーエンズバレーの他の地域と同様に乾燥した気候であり、平均年間降水量は5.02インチである。最も降水量が多かったのは1969年の17.09インチ。 最も少なかったのは1989年の1.81インチだった。計測可能な降水日は平均29日ある。月間降水量が最も多かったのは1969年1月の8.93インチだった。24時間雨量での最大は1969年1月4日の4.00インチだった。降雪は年平均8.4インチである。 最も降雪量が多かった年は1969年の57.1インチ。月間降雪量が最も多かったのは1969年1月の23.2インチだった。年間平均で、下肢90度を超える日が96.7日あり、下肢32度を下回る日が142.1日、ある。 過去最高気温は2002年7月19日の下市110度、最低気温は1988年12月27日の低、下市8度である。夏は下市90度を上回るのが普通だが、大変低い湿度のために、夜間の気温は下市50度台まで下がることになる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。カリフォルニア州議会では、 上院の第18及び下院の第18選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第25選挙区に属しており、クック投票動向指数は共和党プラス7となっている。2010年時点で全て共和党議員が務めている。ビショップ氏は独自の警察を維持しているが、思考外部には引用軍保安部の署もある。 カリフォルニア州ハイウェイパトロールも市内に事務所を構えている。救急サービスはサイモンズアンビュランスが提供している。ビショップで聴取できるラジオ局は AM2 局、FM5 局がある。視聴できるテレビ局は2局ある。ありがとうございます。